はい、補正おじさんの照り焼きです。水曜日、1日目の夜からですね、金曜日のお昼まで、コンテンツ作品をずっと作ってました。ラージ作品という大きな作品をね、作ることを今回目的にしてきたんですけど、大きくなかったという結論と、あとまだまだ技術がないなというところですね。で、あと参加された友達のね、海外のパフォーマーの方、アーティストの方が、ミディアムとスモールも作るんでしょってことで、小さいサイズと中くらいのサイズも作るんでしょっていうので、いやもちろん作るよと言ってしまった手前ですね、3つ小さいのも、中くらいのもなんとか作りましたが、もう時間ギリギリで終われるように作ってしまったという形ですね。うん、結構ね、眠くはないんですけど、そう、周りが寝てこいよっていうぐらいですね、結構僕は寝ずにずっと引っ張ってひねってたのかなと思います。なので、48時間のうち4時間かな、2時間と2時間仮眠を取る形で、普通のひねってたわけですが、そのため2日目にですね、ドレスのコンテストがあったんですけど、それをちょっとね、動画に撮りたかったんですけど、時間を忘れてたので撮ることができませんでした。うん、ただ今日はね、パフォーマンスコンテストがあるので、少しね、海外の方のパフォーマンスも、画像に収めてお見せすることができればなとは思います。うん、こんなとこですね。はい、今日は金曜日ということでランチが、支給されました。ランチで一応何がいいですか、ビーフですか、ハムですか、ターキーですかっていう、その3つから選べるんですけど、サンドイッチですね。シカゴに来たんだからホットドッグはないのかと思ったんですけど、まあなかったというところです。で、どんなランチかというと、僕はターキーにしました。こういうターキーの、はい、サンドイッチと丸ごとのリンゴですね。そしてクッキーと、あとこれも、これは手作りのクッキーかな、こうやって袋に入ったのもあって、あとドリンクですね。はい、それと今回講師で日本から行かれた方がいるんですけど、その人がですね、差し入れくれました。いやんと、はい、ありがたいですね。すごくなんか健康に良さそうな感じのものかな。うん、さてこれを食べてですね、まあ、この後も楽しんでいきたいと思います。